北18条駅は、北海道札幌市北区北18条西4丁目に、ある、札幌市 A 地下鉄南北線の駅。駅番号は、N04。かつては、現駅から100メートル余り西の北18条西5丁目、樽川通り上に、札幌市電鉄北線の同名の停留場があった。地下1階に2面2線の相対式ホームがあり。 それぞれホームと同じ高さに改札口に2カ所、西側に1カ所が設けられているため、駅構内にコンコースはない。ホームの福音は上下線ともに約3メートルで、札幌市営地下鉄の駅では最も狭い。ホーム同士を結ぶ連絡通路が地下2階相当の深さにある。出入り口は2カ所あり、地上へのエレベーターは一番ホーム南側の改札口、 二番出入り口にそれぞれ設置されている。コインロッカー AED 及び一般のトイレはいずれも一番ホーム側に、新商社対応のトイレは二番ホーム側に設置されている。札幌市交通局によると2019年度の1日平均乗車人員は7337人であった。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。 ホテル札幌メッツ地下鉄南北線と環状通の交わる地点に位置し、周辺は市街地である。西に300メートルほど進むと北海道大学があり、環状通りはその下を環状通り、エルムトンネルで通過している。2019年4月1日現在、路線詳細は営業所記事を参照。このほか、西5丁目、樽川通り沿いの 北18条西5丁目停留所より、札幌市北部方面、札幌都心方面、小樽市方面、創生川通り沿いの北18条西2丁目、北18条東1丁目停留所より、札幌市北部、石狩市方面、札幌都心方面の発着がある。ありがとうございます。